俺は10年後、天下を取る。正直に言って、頭がおかしくなったんじゃないかと思った。腹の中に銃弾100発もぶち込まれる覚悟がなければ、政治のトップなんていう仕事はできない。どんな難局でも、ひるまず、正面突破。コンピューター付きブルドーザーの、異名を取った田中角栄には、そんなイメージが強烈だった。田中角栄の一番大切にしていたことを AI、チャット GPT に聞いてみた。田中角栄について AI が教えてくれた。田中角栄が中でも特に重要としていたこととは。第一、日本列島は一つの心で結ばれるべきである。田中角栄が日本の統一と団結を強調した。角栄は地方と中央政府の連携を重視し、日本全体が一つの心で結束することで、国の発展を図るべきだと説いた。第二、経済第一、政治第二。田中角栄の経済重視の姿勢を象徴している。角栄は日本の経済発展を最優先とし、政治の手段として経済を活用するべきと主張した。角栄の政策は経済成長を促進し、日本を世界的な経済大国へと押し上げた。第三、平和は国家の生命線である。戦後の日本が平和な国家として発展することを強く望み、平和を国家の生命線と位置づけた。角栄の外交政策は平和維持と国際協調を重視し、世界の安定と平和に貢献することを目指した。これらが田中角栄の思想とリーダーシップスタイルを象徴するものとして広く知られている。